スタピーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。スピリチュアルアーティストのルルです。今回は、ライトチャンバーの森由美子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。今日は本当遠くから、ね、来ていただいて、ありがとうございます。ワクワクしてきました。うん、ワクワク。よかった。皆さん、多分ライトチャンバーっていう言葉を、聞いたことがないと思うんで、はい、ちょっとどんなことなのかっていう、ライトっていうのは光ってよく言いますね、チャンバーは部屋っていう意味らしいんですけど、ライトっていうのはこう光でもあるけれども軽くとか軽いとかっていう意味もあるそうで、だから見えないそのエネルギー、光を軽くするっていう意味なのかなって私は、宇宙研究家の方がこの名前をね、こう4つぐらい挙げてくれた中でちょっとこう語呂がいいので、っていうことで使わせてもらってます。はいはい、もう8年ぐらいになりますね。なので、途中でね、ルルさんともお会いして、そうですね、応援をいただいて、そう1回受けたんですよ。そう、本当ね、1回じゃないな、2回か3回受けてる。3回でしたっけ？3回受けてる。3回か。なんか針が出てどうの？そうですね、指針って言ってこう指から、イメージでやる施術っていうか治療っていう名前もつけられないんですけど、なんか内田さんがレムリアの時の光の調整って言ったかな、なのでだから光の部分をいじるっていうから、皆さんが言 こうエーテル体とかね、ライトボディってことですね、ライトボディとか、霊体とかも言いますね、日本語では、そこをいじって、その霊体とかライトボディが固まってると肉も固まっちゃうんです。針が出てるの、針まで見えるんだけど、イメージの中で、そこの先からね、ジェルみたいなの出てるのね、グリーンとかジェル、グリーンとか黄色、菜の花の色、グリーンと黄色は、そういうのがこう入ってって、でこうエネルギーの中にじわじわじわ入ってって、その溶けていくって、でその固まったり、こうあれした重たかったのが軽くなったり、おばあちゃんなんかやると背が高くなったんかいって、その骨の矯正も行われちゃうのかな、宇宙さんが作って作ったものを私が受け取って、それを入れ替える手術をして、それで全部背骨を通っていくんでね、いきなりエネルギーが仙骨からだから、その通った時に背骨っていうのは全部 の内臓のエネルギーが全部神経が集まって首のところにずっと行って脳幹の方行くんです。だからそこを通った時にある中内臓かなんかそこらのところを通ったことで、矯正されて治っちゃうという場合もある。だから病気治しではないんですね、根本の目的はあなたを元に戻すっていうことなんです。だから私は病気治すんじゃなくて、痛いところを消すんじゃなくて、意識を変えたら病気もなくなるんです。だその根源のところを、人間サイドではできないことをやるっていう、でその人間サイドでできないっていうところを宇宙さんとコラボレーションっていうことで、で私はその人間担当で人間のエネルギーに変換させる変換器みたいなもの、なので宇宙さんがこの方を選んでこの方のエネルギー体を変えたいっていうことで何かしたいんでしょうね。それを私がこういただいて、それを入れ直して全部エネルギーをつなげるっていうことで、それで皆さんね、全然いろんなことで一人一人違うんです、結果が。だから私がこういうエネルギーだからこうしてこうなるからこうなりますというのは全く言えないで、私なんかこう勝手に手が動いていくんです、自動にね、40数年前にある親子と出会って、で森さんもやるのよっていうことで、いや私何も習ってないし全然わかりませんって言ったら、はいわかりましたって言ったら、手が勝手に動くからって言ったら、そんな簡単なんですけどやりますって言って、それからずっと手が動いていくので、それで終わると、翌日なりまた3日4日経つと、こうなりましたなりましたっていうメールやお電話いただくんで、そんなことやってるんだっていう感じなんですね。なので宇宙さんと一緒になって、今の時代のその人間さんをこうしたいっていうことを、もう時間がないみたいで、もう混じってくれてるみたいなね。だから私は本当に道具で媒体です。だから私がサイキック持ってるとかすごいとかは全くないんです。宇宙さんは完璧です。なんか先ほど、ライトボディっていうお話があったんですけど、いろんな皆さん解釈の仕方あるんでしょうけど。発想ぐらいのエネルギー体、私たちのボディの周りにある、
ね、うん、メンタル体、コーダル体とかアストラル体とかいろいろあるんですよね、はい、それのエーテル体って一番こう、うんうんうん、あのボディに近い、そうですね、うん、はいはいはい、ところをいじってるって感じかな。あ、うんうん、あの例えば、自分でできるこうライトボディをこう活性化するためのアドバイスとかってありますか？それはね、はい、全て意識を変えることだ。自分の振動数、その振動数を上げること、はい、もう今は自分自身を見ること以外何もすることないでしょっていうぐらい、自分自身を見て分かると人のことも分かってくるんだよ、はい、地球には自分しかいないと思えばいいって、うん、だからバカ野郎って言ったら自分にバカ野郎って言ってるんだっていうことなんで、うんうんうん、いやね、上に唾かけるとほら自分にかかるって、うん、だから今もパッとその人を見たらもう手が自然に動いてって、うんうん、さっきの人の例えば頭をこうやって触ったのが、うん、こうやって触るのかなと思うとふーっとかって手を変えられちゃうのね、はあはあはあ、うん、あ、この人はこうやってここあれするんだって、うん、もうそんな感じであんまりこうごちゃごちゃ思わないっていうか、あ、この人はこうなんだなって、うんうん、で脳の中をこうやって見ちゃうんですよね。だから頭にこう目をくっつけるような状態、はいはい、本当はこっち向いても見えるんですよ、はいはい、うん、あっち向いても見えるんです、はいはい、だから遠隔できるんですよ。はー、だからシンガポールとかね、タイとか、とか、はい、鹿児島とかいろんな、うんうん、なかなか来られない事情を持ってる方は遠隔させてもらってます。はー、うん、だから登校拒否がもう2ヶ月半行ってなかったけど翌日行きましたとかね、シンガポールの嬢さん、はいはい、そういうのもあって、あ、遠くでも届くんだなみたいな、うん、意識の世界でやってるから遠い近いないんです、はい、やってください やりましょうっていう人がいて、宇宙さんがあの応援がいてっていうのが、うん、揃ったらもうやるんじゃなくてなされてるんです。でなされてることがここの地球に来てあの現実ができた時は、うん、その予約してやってる時なんです。でそういうイメージを、あ、こうするんだなっていうのをした時にはもうなされてるんです本当は、ね、はでそれがタイムラグでこっちに来て、はいね、あの会って、はい、でだからこういうシチュエーションももう上ではなってるのを、あ、もうそうですよね、もうここに降りてきて、もう予知夢とかがそうですもんね。そうなんですね。だから、うん、あの平行宇宙は過去現在未来ないところで、うん、はい、要は意識を変えることで、はい、あのやっていける何でも、はい、うん、だから自分はやれないんだって思った時点でやれないです、はいはい、だからこんな私でもやろう、やってみようって、それにはどうしたらいいのかってことからやって動いていく、はいはいはい、そうすると今必ず、昨日話してた人がね今日現れるんですもん。はー、現実化してますとどんどんはーはーはー、シンクロもすごいですね、うんうんうん、だからもう面白くてしょうがないっていう、だから不都合もあんまり起きないし、はい、不都合と認識しないんです、そういう、はい、怒っても、はいはい、うん、だから問題も起きない、うん、でも森ちゃんこういう問題起きたじゃない、これ問題と思わない私は、うん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 、なのであのそういう形で問題だなこれはと思うと問題になってしまう、うん、その人がね、うん、だそういう取り方ですよね、取り方、受け止め方、そう、うん、それ分かる、すごく分かる、その通りです、もう受け止め方で全然人生がね変わってきちゃいます、はい、うん、違う、うんうん、だから、うん、そこをどうやって変えるかはその人なんです、はい、うん、だからあの手伝いしてくれてる、あれかな、手動くようになるかななると思えばなりますよ。なんかあれなんですよ、あの私ちょっとリーディングをちょっと前から、うん、習っていて、でその中でエネルギーに沿ってこう体をこう動かしても動くんですよね、あれすごいですよね。あの習うというのは入り口ですよ、もともとできるんだけれど、うんうん、きっかけがないきっかけをだからって、うん、見えない世界のことはね習ってなるもんじゃないです、うん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 、培ってなるもんです、経験してから、うんうんうん、感覚とかね、うんうん、だから今は思考はいらないですよね、うんうん、考えるな、感じろっていうこと、うんうん、感じることが真実です、それがたくさんなってくると自信になるし、うんうんうん、で人にもこう伝えられるし、はいはい、ね、だからそれをどんどん自分を信じないとできないんですよ、 そうですよね、だそこが皆さん過小評価が多くて、うんうん、特にね、そうですね、レムリアの人は過小評価多いですよ、はあ、うん、もっと涼しくなってもらいたい、ね、涼しく、うん、はい、そう、涼しく、そうですね、涼しく、ある人が何人かが見えてる人が宇宙人の人も一緒にやってますよっていうの、うんうんうん、それで小さい女の子で6歳の子がね、あの、はい、名古屋にいるその子、愛ちゃんって子が、はい、あのおばちゃん宇宙人連れて歩いてんのって言うからえって言って、はい、で見えるのって言ったら、うんって、あそこに2人で、うん、そこに3人で、うんうん、机の下にもう1人いるとかね、机の下そうそう、それで絵を描いてくれたら全部
格好が違うんですよ、宇宙さんのね。へ、うん、で、まあ、いろんな宇宙から派遣されてるんだな、はいはい、みたいな。はあはあはあ。そんな感じ。あれですか、あの、UFO、ミニ UFO がいて、そっからなんかこう、うん、だから私、あの、撮った映像は、はい、それかなと思ったんだけど、はい、あのお写真、ね、まあ、そういう風に決めつけちゃいけないなと思って、はい、いろんな人に見せてもらったら、はいはいはい、あのこう見学に来てるとかね。あ、うん、で、あの UFO ってね、中にミニ UFO だから小さい宇宙人が操縦してるっていうみんな感覚でしょうけど、うん、あれですか、探査機ですか、じゃなくて宇宙船がもう機能を持ってるんで、はい、宇宙船が脳みたいな、自体がもう、うん、がもう有機体なんで、まあ、生きてるっていうか、まあ、意識がそれで動いてるって、あ、はい、うん、だから私たちが想像に及ぶあれではないですね、うん、宇宙って。あ、じゃあ乗り物ではないってことですね。乗り物じゃないんですね、有機体っていうか、はい、生きてるものも意識を持ってるんで、それ自体、あ、うんうんうん、もうじきみんなの前に現れますよ、きっと。ああね、うん、見たいですね、うん、あの、ね、うん、そ、見たいっていうより、あの、うん、会うんだって思っちゃえばいいんです、うんうん、見るんだって。見たいっていうのは、うん、タイだから、うんうんうん、見たいだからシチュエーションしか来ないです。はあ、だから見るとか、見る、やるとか、る、来るとか、来る、するって言えばいいんだ、うんうんうん、断言しちゃえばいい、はいはいはい、そうすると宇宙さんは、あ、 OK が出たんだなって、うん、見たいじゃあ、うん、タイだから、あ、うんうん、決心してねって見られちゃう。なるほどね、うん、だからやる、私はそこ行きますって、はい、はっきり言っちゃうんです。見ます見ます見ます、そう、見ます、宇宙見ますよ、乗りますよ、その宇宙って言って、うん、そのくらいずうずしく言っていいんです。はいはい、そう、1回ね乗ったことあるんですよ、2回ぐらいかな。いいじゃない、私乗ってないし。あの、でもあれですよ、あの、近くの拡張なんで、うん、このまま乗ったわけではなくて、あ、分かります、意識がね、もう寝てる時にもう勝手にわーって言って、うん、ね、寝てるんだけど乗ってますみたいな、うん、だから幽体離脱ですかとか、みんな今いろんなスピで言われてるようなね、はい、あの、そういう、またそういうものでもない、あ、それとね、じゃ全然違うと思うんですよね。違う、違う、だから体験した人じゃないと分からない、うんうん、そうなんですよ ね、だから、うん、いっぱいわからないことだらけだと思います。だから、ね、体験に勝るものはない、ね、ね、そうですよね、いいね、うん、連れてってもらってみたいな、やっぱりそうだよね、あの、川又さんなんかとね話するから絶対宇宙にはま、あの、うん、こう遭遇っていうよりもそっち系から来てるんじゃないですかね。で、地球を体験してるって、ね、人間を体験してるって、うんうん、そうだと思う、うん、そうだと思う、だからそういう人しかこう縁しないっていうか、うん、だから話もわかるし理解もできるし、うん、はい、いかがでしたでしょうか。あの、森由美子さんの、ちょっとホームページとかはないんですけど、ぜひ機会があったらライトチャンバー受けてみてください。私の曲も今流れてると思うんで、この機会に聴いてみてください。ありがとうございました。